ニコラー・セーバスティアン・アネルカは、フランス・イブリーヌ・ケンル・シェネ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはフォワード。元フランス代表。1996年にフランスリーグアンのパリ・サンジェルマンで、選手生活をスタート。育成段階から指導者の評価は高く、同じ FW で2歳年上へのティエリアンリア、ダビド・トレゼゲよりも将来を期待されていた。その後、 18歳ながら50万ポンドという異例の高額で1997年に FA プレミアリーグアーセナルへ移籍し、得点を着実に重ねて評価を上げた。ペレはこの頃の彼をストライカーに必要なものをすべて兼ね備えていると評した。1999年にスペインのレアルマドリードに移籍するも怪我もあり、不審が続き高い評価を得られなかった。 UEFA チャンピオンズリーグでは予選で2度大敗した天敵バイエルンに準決勝で2得点を奪い勝利に貢献するという活躍もあったが退団。それからパリ・サンジェルマン、リバプール、マンチェスター・シティと移籍を繰り返しフランス代表からは遠ざかっていた。常々フランス代表のメンバーに名を連ねているが過去3度の W 杯の代表選考では 最後の方で毎回落選している。唯一ユーロ2000の時だけメンバーに選ばれ、優勝を経験。ジャック・サンティニが指揮を取るフランス代表では、招集初期の親善試合で活躍を見せ、奴は、俺たちのロナウドなのさ、と、チームメイトからも賞賛されたが、レアル・マドリード遺跡を境に、低迷、なかなかメンバーに定着せず、怪我をしたシドニー・コブの代理招集を拒否してからは、 完全に代表と決別。2005年1月に移籍したトルコのフェネルバフチェースケーでの活躍により、11月上旬に行われたコスタリカとの親善試合で、およそ3年ぶりに代表復帰を果たした。しかし2006年、ドイツ W 敗時に、フランス代表 FW のジブリルシセが骨折で絶望となった際にも、レーモンド・メヌク監督に批判的だと見られた、彼は、 代表に招集されず、代役として選ばれたのは、シドニー・ゴブだった。2006年8月に、ボルトン2180万ユーロで移籍。2008年1月までに53試合出場21得点の成績を残し、同年1月11日に、チェルシー2500万ポンドで移籍。しかし、本職の CF ではなくウィングを任されるなど、 本来の力は発揮できず、わずか2得点に終わる。2008から09シーズンは、スコラーリ監督のもと、CF のレギュラーとして、ゴールを量産。監督がヒディンクに代わってからは、リデ,ディエドログバに出場機会を譲ることが多くなるが、結局シーズン通算19得点で、プレミアリーグ得点王に輝いた。ドログバとの2トップを自ら望むなど、その性格からは、 珍しい一面を見せたが、これは、リバプール時代に、マイケル・オーエントにトップを組んだ時など、チャンスメイクする楽しさを覚えたからだという。なお、ルイス・フェルペス・コラーリには、ドログバとの共存は、不可能と言われていたが、その後、ドログ、後にアネルカは、チェルシーに入団した時からドログバと一緒にプレー、したかったと語っている。フランス代表でのアネルカ2010ワールドカップの、 メンバーに選出されたが、グループステージ2戦目のメキシコ戦のハーフタイム中、ドメネク監督に対して暴言を吐いたとして、チームから追放された。その後、フランスサッカー協会に18試合の出場停止を言い渡された。大会後に代表引退を表明した。2012年1月、中国サッカースーパーリーグの上海進化に移籍し、7月には、 チェルシー時代の同僚をドログバと再会するも、給料の未払いなどから共に移籍を志願した。2013年1月、ユベントス FC に5ヶ月のレンタルで移籍が決定するも、出場機会はほとんどなかった。2013年7月、ウエストブロムビッチアルビオン FC に移籍決定。2013年12月28日に行われた、ウエストハムユナイテッド FC 戦で、 ケネルと言われる反ユダヤ主義のジェスチャーをし、5試合の出場停止と8万ポンドの罰金処分を受けた。なお、この騒動で、ウエストブロムウィッチの胸スポンサーを務めていたズプラ社が2013から14シーズン限りでの撤退を決定した。この騒動で、出場停止中に、自身のツイッターでウエストブロムウィッチとの契約会場、発表、ウエストブロムウィッチ、2014年4月6日、 アトレチコミネイロのアレシャンドレカリュー会長が自身のツイッターでアネルカのアトレチコミネイロ加入をツイートした。しかしアネルカがクラブに知らせずクウェートで行われたイベントに勝手に参加したことにより4月15日にアトレチコミネイロ幹部のエドアルド・マルフが契約の取りやめを明らかにした。2014年9月15日ムンバイシティ FC に移籍。2015年7月 2015シーズンは選手権任監督に就任することが発表された。2015シーズン終了後にムンバイを退団、以来無所属となっており、アネルカ本人は現役引退を表明していないが、これが事実上の現役引退となった。2017年2月、エールディビジのローダー JC はアネルカがクラブのコンサルタントに就任したことを発表した。2018年11月、 ラスックリールメトロポールのアカデミーの FW コーチに就任。ベルサイユ生まれだが両親はフランス領マルキニーク出身で、本人は2004年にムスリムであることを公表している。アブドゥルサラーム・ビラルというムスリム名を持っている。これまで6カ国、12クラブを渡り歩いており、チェルシーに移籍した時点での彼へのこれまでの移籍金の総額は8700万ユーロに上り、これは クリスティアーノ・ロナウドが、レアル・マドリードに移籍するまで、サッカー史上最高額であった。アネルカ自身、様々な土地のクラブでプレーすることに魅力を感じている。かつての恩師であったアーセン・ベンゲルからは、自分が指導した中で最も優れた FW と、称賛されている。7フェブラリー2013現在出展中一フランスサッカー連盟は2000年8月16日に行われた、 FIFA 選抜戦を国際 A マッチとして認めている。ありがとうございます。